というわけですから、そもそも歴史の転換期における騒いでんのよ。今授業中でしょ。静かにしなさいよ。みんなの迷惑よ。だからめちゃくちゃ気使って静かに入ってきたんじゃない。私だってみんなの迷惑にならないようにちゃんと考えてるんだからね。あれ？私が声かけたとき、なんかすっごくドギマギしてたけど、あれどうして？なんか怪しいな。わかった。どうせ他の女の子のことでも考えてたんでしょう。あのね、君たち。先生も帰ったし、これで落ち着いて話せるね。
顔してんの？あ、ほんとだ。何やってんの君。もう授業終わったんだから、外行ってかくれんぼでもやってなさいよ。さてと、部外者が消えたところで、本題に入るけどさ、デートしよう。そう、デート。この可愛いルーナちゃんとデートしましょう。そういうお誘い。バカね。デートしようって言ってるんだから今日に決まってるじゃない。わかんなくてもいいの。今日の放課後デートしよう。なんだったらこれからすぐでもいいけど。ブラブラと。そうよ、あるでしょ、ここの近くに新しくて綺麗なところ。あのアーケード、あそこに行こう。何？やっぱり今日変だよ。ルーナさんと帰ることをいちいち報告するなんて、いつもそんなことしないでしょ。そうだよ、本当に大丈夫？だったらいいけど。
じゃあまた明日ね。バイバイ。グズグズしてんの？ほら、さっさと行くよ。はいはい、王子様、いつまでもお待ちしますとも。何してんの？何見てんのよ。いいけど、さあ早く行こう。
あっち行ってみよう。残念ながら違います。泥棒に入るなら君みたいな足手まとい誘うわけないでしょ。つまんないこと言ってないで、ほら行くよ。教えてほしい？お月見に行くの。そうよ、お月見いいでしょ。デートとしてはロマンチックだし。ここよ。この上にいい場所があるの。ここだよ、来たかったのは。
計持ってるじゃない。自分も今7時半だよ。やだ君、何言ってるの。アーケードでいろいろ見ているうちにとっくに夜になってたじゃない。そんなことよりほら、あれ見てみなよ。すっごい綺麗だよ。綺麗でしょ。お月見に来てよかったでしょ。もう帰ろう。ねえ、さっきの月、何か感じなかった？違う違う、そういう感想じゃなくて、もっとストレートにこう、心っていうか、魂に何か感じなかった？いいからねえ教えてよ。それはそれでいいよ。何にも全く感じなかったわけじゃないんでしょ。だったらそれでいいよ。
もう遅くなっちゃったし、そろそろ帰ろっか。